では回してください。北山さん、はい、同期お願いします。北山チャンネルよいしょ。繋がるんだな。いや、繋がらないです。あ、ちょっとごめんなさい。こういうとこも使っていくんで。全部ね。はい、ハプニングも全て全て使ってきます。あ、まだ乾いてないの？はい、繋がりはしないんですよ。結構1ヶ月ぐらい空きます。だから1ヶ月空いて、それこれ見てる人わけわかんない。わけわかんないね。という形で今日はもうあれですね、お昼過ぎちゃってますけど1時半。はい、ちょっと朝のテンションに戻っていただいて。朝のテンション？はい。なんで？朝にまつわることをやるので。朝にまつわることということで、うん、朝といえば何ですか？何します？朝歯磨く、風呂に入る。はい、ほら繋がってきた。お、繋がってきましたね。来ました来ました。歯磨いて、歯磨いて、お風呂入って、お風呂入って仕事行く。洗顔洗顔洗顔して、化粧水化粧水して、靴履いて、靴履いて仕事行く。仕事行く。何それ。ですね、まあ、北山さんもしかすると、うん、この行為を行ってないかもしれないんです。朝？はい。食パン美味しく、腹パン食べよう。朝ごはん？朝ごはんです。食べないね。絶対食べないですか？ほとんど食べないね。なんか朝ごはん食べる日はその夜に、あ、お腹減ったなと思ってる時。お腹減った状態であんま寝ることないかも。あ、普通ぐらいで寝る、いつも。いっぱいか、普通で。ということで今回は食パンを美味しく、腹パン食べよう。はい、食パンね。はい、気になってる食パンの食べ方あんのよ。え、教えてもいただいて、教えてもらってもいいですか？なんか大阪かなんかの喫茶店で食パンをカットして卵サンドよ。なんだけど普通卵サンド卵の中に入れるじゃんね。フライパンに卵をまずバッてやって、はい、食パン入れてそれくるむの。だから食パンの外側が卵。うまそうじゃない？それ作ろうよ。あ、今日ですか？うん、ちょっと趣旨がまた変わってきた。そうや、分かった。趣旨教えて。はい、わ、ほら一気に使うやつじゃん。うまそう。今回食パンにいろんな食材を乗せる食べ方で、お、6つの食パングルメをご用意しております。いいじゃん、俺ピザパン大好きだよ。まずこれを北山さんのお好みの幅、うん、サイズにカットしていただきたいです。結構厚い、分厚いのが好きですか、それとも薄いのが好きですか？ちょっと分厚めかな。気をつけてください。え、外側はだってこれあれでしょ、食べないっつうか、あ、食べてもいいか。一回切っちゃう、落とす。一回切っちゃいましょう。失敗した？大丈夫です。何等分派ですか？いや、俺初めてかも、このでっかいの。なんか厚めにカットしてみるよ。厚めでも大丈夫ですか？どれぐらいが厚いんだ？分厚くても大丈夫ですか？いや、切っちゃえ、お好きなように。これがうまそうじゃん。確かに。何個焼くの？いいですよ、そのお好きなカットで。え、厚い？めちゃ分厚い？やばい。焼けるかな。いやけどこういうのありますよね。なんか俺ピザパンとかこれが厚いの好きで。ということで今7枚ですか、8枚？ 8ですか。じゃあ8枚切りということで、はい、北山さんのファンの皆さん覚えておいてください。北山さんは8枚切りです。ほう、あれは2斤のサイズなんで、
はい、2斤か。今2斤のサイズなんで、その 16？ いや、ほぼ4枚切りです。だから1斤でだいたい6枚ないし8枚なものなのに、これは2斤だから、なるほど、だとんでもないでかいパンツってことだよね。北山里ファンのさんの皆さん、今日なんかさっきの回もなんかゴリゴリ、俺も全然俺が聞き取れなかったのか、団子がなんか溶けてんのか、文字が分かんないんだけど。そんな中、いらっしゃいませ。2枚目だ。お、メニューお品書き、クラッシュコーヒーゼリー。何ゼリー乗っけんの。ほうれん草エッグ豚しゃぶカレー、絶対うまいじゃんこれ。これはもうあの北山、ココイチや。そうです、北山さんスペシャルのパンバージョンをちょっとこちらで作ってみようかな。最高。黒ごまジェノベーマシュルーム、ベーコンスクランブルエッグ、あうまそう、練乳バター、わどれも絶対うまいじゃん。今回、まあ、このご質問あるぐらいを作って、うんうん、北山さんのベスト3を決めたいと思ってます。どれからいきましょうか。しょっぱいのからいこう。ベーコンスクラップル、スクラ溶けてますね。ベーコンスクランブルエッグ、ベーコンスクランブルエッグ、全部カタカナ溶けるって溶けますね。ね、今回ランキングを作っていただくんですけど、一品ずつ今どこに行ってるのかっていうのをその場で決めていただきたいと思います。あ、さっきのとどっちが欲しかったんだろうっていうのを常に考えていただく、ね、OK、コーヒーちょうだい。コーヒーかしこまりました。お、チーン、なったよ。来た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 。うわ、ちょっと焦げてるうまそう。でも、あ、チーズ乗ってますね。ケチャップとスクランブルエッグ。ケチャップと卵ってうまいよな。ソーセージもさ。お待たせしました。ありがとうございます。すいません。お、無糖です。あ、ありがとうございます。イエーイ、食べるよ。ではどうぞ。うわ、ふわふわ、いただきます。ん？うまっ、うまい、うん、美味しいですか。うん、うまっ。結構いきましたね。いや止まんないこれ。へー、うまっ。俺の一食目っていうのもあるかもしれないけど、今の俺やっぱお惣菜系のパンが好きだからな。上位やっぱしょっぱいの来ちゃうだろうな。テーマ的ランキング、スクランブルエッグ、ベーコンスクランブルエッグは今んとこ1位よ。では2品目来ました。うわ、あ、うまそう。美味しそうです。絶対うまいじゃんね。これも北山スペシャルです。カレーはどこにあるんですかね。わかんない、塗ってあるんじゃないの。なんかカレーのさ、なんかあんじゃん、パンのなんかね。北山スペシャルパンバージョンでいただきます。口めっちゃついたうん、うん、うん、あれ違った違ったっぽいな。改良の余地ありだね。あらいや着目するとこはいいと思うんだけど、なんかね、豚のあの匂いがするんだよね。あの豚しゃぶカレーだと多分豚しゃぶとカレーがちょっと煮られてるやんから気にならないけど。ということは2位だね。だから豚しゃぶカレーを一回作るだな
あれを、そう、あれをどける。なるほど、うん、続きましてお願いします。あ、ジェノベマッシュルーム、なんかこれ絵的にもうまそうだよ。では行ってみようす。お願いします。お願いします。ん？あ、これはこれでうまいな。別物だな、全く。全く別物。美味しいは美味しい。うん、美味しい。うん、美味しいには美味しい。ああ。ただ、これはこのパンとは合わんかもな。あ、なるほど。好きと好きが合体して微妙になった。3文字で答えるね。ちげえ。でもちょっとごま振ってあったりするのいいと思うわ。いやー、ちょっと同タイだな、3位に。うん、決められないな。別物なんだよな。ベーコンスクランブルエッグには負けている。うん。ということで今パンを待っていますよね。うん、いろいろちょっとなんかお話聞こうかなと。なんか一枚引いてもらってもよろしいですか。何これ、怖いんだけど。曲ってどうやって作ってんのってこういうこと。シンプルに北山さんって歌詞も作詞も作曲も自分でやられてたりするじゃないですか。まあ、作曲は少ない方だけどね。作詞ってどこで考えてます？どこで？分かんない。歩いてる時とか。歩いてる時、歩いてる時とか、家にいる時とか。今も、今はもうアルバム作ったから何も考えてない。あ、でも考えてないけど、次こんな曲欲しいなっていうのあるよ。もう今もう1個欲しいなっていうのがあるから、ちょっと落ち着いたらって感じだけど。どこかで私が今言う単語を詩の中に入れていただくことってできます？いいよ。いいんですか？いいよ。いいんですか？うん。口紅。口紅。うわぁ、なるほどね。それは口紅って言わなきゃダメなの？それで言うと、詩だけで言うと口紅を入れていただきたいです。待って、なんで？そもそもちょっとさ、あのグレーとかめっちゃ聞いてたからじゃないの？違う、あれだ、唇で。まあ、そこからも今インスピレーションされてます。そうだよね。けどなんか今北山さんを見てパッと今思いついた、なんか口ベーニーとかって言ってそう。クソバカにすんじゃん。え、じゃあ本当に入れていただけるんですか、口？機会があれば。機会があれば、あの僕見つけます。入れてきた。覚えてたらね。だからしれっとこう入れてくるみたいな。はい、こちらです。何これ？練乳バターです。あ、絶対うまいじゃんこんなん。練乳はお好きですか？嫌いな人いないんじゃない？おお、よくイチゴにかけてたな。まさかここでイチゴエピソードが。壮大な伏線だった。待ってました。待ってたか。北山さんの口からイチゴが出てくるこの時を。あの全然数字の稼げないイチゴ。けどもうちょっとで2桁いくので、どうしますか、いちごの話はまた改めてにします。あれ、あの後話したんだっけ？してないっけ？はい、なんかいろいろ邪魔が入ってできなかったです。邪魔。一旦改めます。改めるか。絶対うまいじゃん。いただきます。
1。おついにフレンチトーストみたいになってる。練乳かけることでこれ1位じゃない。だってもうバランス超取れてんの。ついに、うん、ベーコンスクランブルエッグを抜くという。あ、これは美味しいですね。普通にうまいよね。はい。コーヒーって焼くのかな、パン。最後の商品です。あ、焼いてないんだ。焼いてません。ナッツが乗ってミルクが乗っている。北山さん、コーヒーゼリーはお好きですか？あんま食わないかな。小さい時ちょこちょこ食べてたけど。もう今ここまでは決まっているので、練乳バターを超えるか超えないか。ごめん、ジェノベさんだな。ジェノベさん、ホレソエク豚はちょっと良いわ今のところ。よし、入刀。いただきます。怖えよ、感じない。そんなバカな。いや、マジでナッツとこのパンのバターにコーヒー負けてる。これ練乳バターとは雲泥の差。5位や。では北山的ランキングは、うん、このような結果になりました。いやー、俺ほうれん草豚しゃぶカレーもっと頑張ってほしかったな。ポテンシャルはあった。あのココイチの出来上がったものをかけたら絶対うまい。そっちでしたね。うん。逆になんかこれ見てる方で他のこういった食べ方美味しいよっていうのを。あ、パンね、食パンみたいな。コメント欄に書いてもらえますか。では他にいい食べ方あったら教えてくださいっていうのを。他にいい食べ方あったら教えてください。何これ。はい、では北山さんも朝も食べるときは食べて健康に気を使って生きていってください。はい、よろしくお願いします。はい、以上です。何これ。なんかいつも締めがぬるいよね。